こんなに集まっていただいて本当にありがとうございました。またこういう会を開いていただいて本当にありがとうございました。この日の主役尾形貞子さんこれまでの尾形さんの日本および国際社会への貢献に敬意を表するレセプションが開かれ野田総理が出席しました。尾形先生におかれましては貧困であるとか紛争であるとか世界の 人々の脅威に立ち向かってこられましたこの長い間に積み上げてこられたご功績は国の内外から高い高い評価を得ているというふうに思いますその評価の表れとして今回のレセプションには歴代の総理大臣をはじめ在会・在京大使館・ NGO の関係者など およそ二百五十名が参加しましまた。いろんな形で平和の構築、あるいは人々を救助する、安全を保っていく等々の事業というものに直接関係させていただきましたのは、私としても非常に生まれたことだったと思っております。尾形さんは、千九百九十一年から十年間、女性として初めて国連難民高等弁務官に就任。 紛争や迫害によって故郷を追われた難民の保護など国際的な活動を先導しました2003年からは開発途上国の援助などを行う JICA の理事長に先月末の退任までの8年半自ら現場主義を掲げ43か国を訪問されました昨年の3月に私どもは東日本大震災を経験をいたしましたが 160を超える国から、40を超える国際機関から、温かい支援の申し出をいただきました、世界のために最前線に立って、汗を流した日本人がいたからこそ、このような世界から温かいご支援をいただいたものというふうに思います日本がもっともっと有効な、有,有効な役割を果た,せることができ果たすことができる国。 ますます役に立って世界の中であの皆さんと共にますます進んでいっていただきたいと思っております。挨拶が終わり会場から拍手が送られる中小形さんは再び口を開きます。最後に一言お伝えしますとここで内に。 主人の外で歩いておりましたもんですから、家族のものにはいろいろ買ってね迷惑をかけたことで、ちょっと主人もおりますので、<laughs> でおたい,と,思いますと、夫の四十郎さんに感謝の意を伝えましたこれからも、ますます我が国のために、国際社会のために、対処・高所からご活躍をされ,てされることを心からご記念を申し上げまして、一言、ご挨拶に変えたいと思います。 今日はどうもおめでとうございました